科学圏、英語教育研究者、バイリンガルパーソナリティ、ローカルタレント、またマーフィースクール、マーフィースクールの創立者である。脳科学圏英語教育学会の創立者でもある。ナレーションや、テレビラジオ司会を務めることもある。以前は、マーフィーズカフェの店長兼音響係であった。血液型 A 型。身長182センチメートル、体重100キログラム。 国籍はアメリカ。日本では、マーフィー、ハッピー、クレイジーのように英語の Y で終わる言葉に、実際の発音を無視してでをつける人が多くいる。マーフィーは、マーフィーのように E を伸ばしては発音しないので、マーフィーは必ず抜きで名前を書くが、それを無視して月で書類が返ってくることが多い。マーフィーの防疑枠とも言われている。 マーフィはこのことを重く受け取り、日々の生活の中でこの問題の改善に全力を尽くしている。最近の映画ポスターでは、エディ・マーフィの名前も抜きの、エディ・マーフィ表記になっていることから、マーフィの日々の努力は無駄ではないと判断している人が、2から3人いると言われている。ミニオン、ありがとうございます。